Good morning, Singapore. Bruce です。今日は1月21日木曜日。今日の天気は問題ありません。木曜日から来週月曜日まで同じ感じで、午後雷雨みたいですね。気温は23度から32度、警報はありません。コロナ、コミュニティケースが4件で3症状あって、外国人労働者宿舎ケースはありません。輸入ケースが36件、1件症状が昨日ありました。4コミュニティケースの3件が同僚から感染したってことですね。あともう1件はインドから帰国した際、去年の秋ですね、陰性だったんですけども、これ2、3回テストを受けて陰性だったんですが、今回もう1回インドに帰るときに出発前テストで陽性が出たみたいですね。こんなケースがあるんですね。あと輸入ケース、元の国はですね、アジア、インドネシア、ミャンマー、南西アジア、インド、バングラデシュ、あと中銀と UAE、ここら辺の5カ国は毎日出てますね。北米が US、カナダ、ヨーロッパ、スロベニアで、日本はありませんね。あとですね、1月31日から航空旅行ビザグリーンレーンで入国される方に3万ドルの保険が加入が必須になりました。あと1月24日から到着時のこのテストも必須になりましたね。あと英国と南アフリカから帰国するシンガポール人永住者は通常2週間のステイホームからさらに1週間、合計3週間ぐらい必要になりましたね。あと英国からの訪問は基本的に今シンガポールへ旅行は禁止されています。空気汚染数 PSI 全地域50台で、普通ですね。デング熱、昨日から数字は変わってなくて同じような状況です。警戒発生地域、相変わらず東ですね。良くなったのはこのゲイランロードのあたりは、こちらも下がってもうこちら大丈夫なんじゃないですかね。ただベドックの北とそのすぐ隣のベドックリザボーでこちら上がってまして、こちらまだ要警戒中みたいですね。株に移ります。シンガポールの STI インデックスは 309.5、 9時16分現在ですね。こちら上がって始まってますね。で、構成銘柄、こちらも大体上がって始まってるんですよね。こうエンターテインメントのリカバリー株限定も戻ってきたりですね、みんながこう戻ってる感じですね。私ウィルマで動画発表したのやつも 5.4 まで、上がっちゃいましたね。あとですね、米国インデックスのフューチャーですね、こちらダウ、S&P、ナスダック、フューチャー全て上がってますので、こちらはアジアの株式市場としてとっては安心材料ですね。あとアジア株のインデックス、こちら今オープンしている段階で、日経、東京の日経も上がってますし、台湾も上がってますし、韓国も上がってますね。でシンガポールが上がっていると。でここでやっぱハンセンインデックスが強いですよね。5日連続上げですね。昨日も米国市場で MCHI っていう中国の ETF があるんですけど、それを爆上げしてますですね。あとタイがですね、ちょっと不調なんですよね。こんな状況です。通貨移ります。シンガポールドル、こちらは中国元以外はシンガポールが少し安いですね。1シンガポールドル 78.15 日本円、 0.973 オーシアドル、 4.877 チャイニーズ元、 0.754 US ドル、 3.049 マレーシアリンギットですね。 US ドルインデックス、 US ドルの強さはこちらは下落傾向かなと思ってますね。金利に移ります。細胞、こちらは昨日と変わってないですね。1ヶ月25ベースポイント、3月40ベースポイント、6ヶ月 59.19 ベースポイント変わらないですね。シンガポール国債金利、こちら1月20日の終値になるんですが、こちらは暴騰してますね。景気は戻ってくるって感じですかね。この特にこの30年ものの20年もののロングがですね、これ9ベースポイント13ベースポイント1日で上がっててすごいですね。米国の10年債の利回りはこちらは逆に下がってますね。下落傾向であります。はい、最後にプライベートプロパティホームローン、変動金利 1.05%、固定金利 1.18% で変わりません。はい、今日も皆さんとっていい日になりますように。グッデイ。